試合をお知らせいたします。リーマント51秒グラム級の試合は赤コーナー高松農業高等学校小宮大我選手のユニカルフォール勝ちでした。小宮大我選手は明日行われる準々決勝へ進出いたします。ただいまリーマントで行われている試合は試合番号94番55キログラム級赤コーナー敦賀気比高等学校大阪康生選手対青コーナー高山西高等学校岩智樹選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。 C マット125キログラム級の試合は赤コーナー海洋高等学校林修吾選手のコール勝ちでした。
試合の結果をお知らせします。 B マッド51キロ級の北見県の試合は学校の南総合学園高等学校プレセリオ選手がテクニカルボール勝ちでした。プレセリオ選手は明日行われる準々決勝で出場いたします。続きまして D マッド試合番号90番51キロ級赤コーナー日本大学熱沢高等学校佐々木大介選手対青コーナー鳥栖工業高等学校荒木瑞稀選手の試合です。試合の結果をお知らせいたします。 C マット125キロクラブ級の試合は赤コーナー金谷中央高等学校坂田龍斗選手のフォール勝ちでした。続きまして C マット51キログラム級試合番号91番赤コーナー日本文理大学附属高等学校宇田尾龍斗選手対青コーナー地下高等学校我慢大輝選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 B マット 55kg 級の試合は